はい、では今日から、ちゃんとラーメンを作っていきたいと思います。はい、じゃあ、僕喋りながら画面見ながら、解説していきたいと思います。はい、今回のラーメン作りにおける全材料ですね、はい、こちらタレの材料、醤油3種類とだしパック、昆布、煮切りみりん、塩、肉ですね、バラ肉、これは後でトッピングにも使います。でスープの材料は豚ミンチ、鶏ミンチのみでいきたいと思います。でこちら香味油は、煮干しとラードで取っていきます。あと麺ですね、麺はこれ生タイプのもの、これスーパーで売ってるんでこれ買ってください。はい、トッピングは、ネギ、メンマとさっきの醤油だれで煮込む、肉のやつですね、チャーシューで使います。はい、どうなるのかな。はい、タレはですね、こう3種類以上、まあ醤油使った方がいいかなと思います。できれば大豆、小麦、塩だけで作られてるようなものの方が僕はおすすめです。はい、こちらね、火にかけていく感じですかね。かけない、はい、煮切りみりん先入りますね。はい、で大体5分の1、6分の1ぐらいですかね、入れるといい感じになると思います。はい、羅臼昆布入りますね、こう直接入れます。うん、なるほど、いいね。あ、さっきこっち来ちゃう。はい、サバカツオとのミックス節 40g、 はいはい、いい感じですね。こうやってグルタミン酸とイノシン酸の、かけ合わせですね。さっき煮切りみりん入れたので塩分濃度下がっちゃう分で塩を加えて塩分濃度を 18% で調整していきます。でここに、豚バラ肉入れますね。はいはい、まだ火つけてないね。はい、ちゃんと素材をつけて添加します。弱火でねと、はい、こう煮立たせないのがポイントですね。煮立たせちゃうとこう水分も飛んじゃいますし、あとは醤油がすごく辛くなるんで、注意点ですね。弱火を、そうそうそう。はい、これスープですね。鶏ミンチ、豚ミンチ、まあ、これ一応あの鶏ミンチグルタミン酸って書いてるんですけど、肉は一応定説ではイノシン酸と言われています。まあでもね、食べた時僕のイメージはやっぱグルタミン酸の性質もあるのかなと思うので、これで相乗効果狙っていきたいと思います。ミンチをきちんとほぐしてから添加、中火ぐらいでいきましょう。はい、その頃醤油だれはということなんで、いい感じですね。弱火でいい感じ。でスープはね、もうほんと中火にかけてると大体5分くらいでね、本当に火通っちゃいます。で、まあ、これを軽く、ね、火止めてから軽くかき混ぜてあげてちょっと置いておくといいと思いますね。大体75度で1分間ぐらい加熱すれば、ほぼほぼ雑菌とか死滅するっていうことなので、まあ、この程度でいいと思います。はい、こします。いいですね、キッチンペーパーってほんと便利。はい、画面、はい、画面がモワモワ、画面いいですね、この霧がかった感じ、霧じゃない、湯気で、こういう感じの透明なスープに仕上がります。はい、次香味油ですね。これ前日に 100cc の水に 10g の煮干しつけておきます。いいですね。でこれを添加します。絶対弱火です。弱火で、じっくり火を通していきます。そうするとあの綺麗に出ますんで、はい、ある程度火が通ったらラードを投入していきましょう。でここで水分を飛ばしていくイメージになります。でその間にこうラードの方に煮干しの香りがずっと移っていきますんで、それを待ちます。はい、こんな感じになってきますね。まあまあこんなもんかな。若干火強い気がしますけど、まあ、こういう感じでね、色も変わってきます。でこの煮干しの素材が、ウェットなちょっと湿った状態かカリカリにまでいくかでまた香味油のニュアンス変わってきますんで、これまた今度やります。まあ、今回大体でちょっとウェットな感じに仕上げていますね、今回のやつは。はい、こしていきます。煮干し油ラードバージョン完成ですね。お、素晴らしい。うん、
美味しそうだね。はい、その間麺茹でておきます。これ麺茹でてる間に実は、スープをレンジで温めてますね。コンロが一つしかない家庭だと仮定してってギャグ書いてて、スープをレンジにかけておきましたと。あったかい状態です、こちらで。スープ 300cc に対してタレを 30cc、 はい、これ SSRM ですね、入れます。で、香味油、これは 20cc、 今回はこれぐらいでいきます。 0.5 から1の間で収めてますね。はい、ちゃんとしてます。混ぜます。そう、混ぜないとね。普段は店とかこういう順番では入れないですけど、まあ、こういう感じで今日は、はい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 、お湯をしっかり切って入れていきます。これほぐすの意外と最初慣れないんですけど、慣れたらうまいことできるようになるんで、あのいいですね。はいはいはい、トッピングしていきます。うん、そう、これ醤油だれを作るときに大体バラ肉をカットして今乗せてます。本当はね、1日ぐらい寝かせた方がね、食感とかも安定してくるんですけど、ちょっと当日作ってるんでちょっと固めっちゃ固めですかね。はい、青ネギ、メンマ、きれいですね、最高。この市販で売ってるものなんで、はい、ああ、完成しようと。やったということで、いただきます。はい、どうぞ。いただきます。いいこと言えよ。あ、すすんの上手。ああ、さすがラーメン屋、すすんの上手。まあ、結構シンプルっす。まあ、そうやろね。チャーシューいきましょう。ああ、いきなりどう？うん、これあのチャーシューは撮影用でさっき作った作りたてのものをもう食べてるんですけども、これ1日冷蔵庫に寝かすと、うん、全然また食感も変わってきますし、味の入り方も違ってきますので。そうだね、ぜひこれはね、確かめてみてください。いいこと言う俺。今回はやっぱ煮干し園の油がこうふわってくる感じがありますね。そうですね、結構昔ながらな感じの、本当にあっさりした鶏ガラスープのイメージなので、まあ、ミンチですからね。そうなんですよ、ミンチとまた鶏ガラ違うんです。まあ、鶏のもみじっていう部位を使った方が若干とろみも出て、こうスープのなんていうんですかね、今サラサラしてるんですよ、こう厚みといいますか、そういう絵頭がボブサップになるみたいな感じになる。これは分かりづらい効果があるんで、それは入れた方がいいかなとは今思います ね、うん、やっぱ若干スープの煮炊き時間かかってしまうので、一番最初はこの SSRM 上の論理にのっとってこれをやる、作ってみるっていうのはどういうことか分かってもらえると思います。そうだね、シンプルだ、まあ、時間もかからないしね。やっぱりこう醤油をブレンドしておくと、はい、何の醤油を使ってるかわからないという感じでいいですね。そうですね、メンマいきます。はい、どうぞ。うん、どう、すする、すする、本当にシンプルですね、本当にシンプル。聞いた、さっき聞いたよそれは。ほんま、うん、すすり上手、さすがラーメン屋。うん、うん、麺の辛みも悪くないです。うん、入った。ちょっと今本当にさっき作りだれたものを飲んでいるので、塩の塩気が強いというか、塩角が立つっていう表現をするんですけど、うん、こういうのがあのやっぱ冷蔵庫でちゃんと醤油を寝かせることによってこういうことに なくなってきますんで。そうですね、ぜひこういうところの、ね、変化も、確認してみたら面白いかなと思いますね。そうそう、ちょっと辛い。そう、当日作った醤油だれとか、ね、当日だと塩角が、うん、そうなんです、強い。味の構成バランスはこれで、なんとなく掴んでもらえると思いますので、うん、まあ、徐々に段階を経て、難しいスープを使ったちょっと専門的なものとかも、実際にお伝えしていきたいと思います。うん、だから結局タレを寝かせるとか考えていた時に、やっぱりね、ゴミ油の今回作った煮干し油でも一晩ね、冷蔵庫で水出しした煮干しを加熱して油と一緒に加熱して水分を飛ばしていくことによって一番しっかり香りが移ると、味が移ると、そういうことがありますので、やはり最低でもまあ2日前ぐらいからはやってほしいかなとは思いますけど、まあ一度作ってしまえばね、なんか数回分は今回作ったように何回かはあの楽しんでもらえるんで、
まあ、それは最初の仕込みに少し時間がかかるかなっていうイメージはありますけども、うん、まあ、それもねそんなにただ冷蔵庫で待つだけなんで、日々のお仕事の中とか日々の家事の中とかでね、皆さんが楽しく過ごしている間に冷蔵庫で勝手に美味しくなってくれてるというね、忙しいよね。でもぜひこれやってほしいですね。やってほしい、本当にやってほしいです。これはお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。徐々にねステップアップしていきますんで、今回この本当に簡単にできるラーメンスープの簡単やな、概念の組み合わせですね、こういう風に合わせたらいいよっていうのは、これで十分伝わってくれると思いますんで、僕も思います、ぜひね、一度作ってみてもらえたら嬉しいです。それではね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。またね、やらんねーやな、またね。チャンネル登録お願い。